同居とめに、そこまで私のことがお嫌いなのに、どうして一緒に暮らそうなんて思ったんですか？一緒に暮らしていてもお互いストレスがたまるだけですよね。出て行きますから。って言った。とめ、びっくりして、ポカーン顔になってた。今部屋に戻って別居の準備中。とめはぐじぐじ泣きながら、親戚に、嫁にいびられて、かわいそうな私という演出の電話中。もう知らん。午後から仕事だし、荷物も少ないし、さっさと片付けて出て行きます。とにかく、行ってやってスカッとした。経緯。同居3ヶ月、実家落とし、嫌味、実家に嫌がらせ電話、家族じゃないから出て行け発言。近所、親戚に、嫁子の悪口を言いまくり、一通りやられた。今日も、朝食、旦那のお弁当作り、後片付け、洗濯、掃除など、朝の家事を終わらせ、ダイニングテーブルで、パートに出る前の朝ごはんを一人で食べていたら、そこ、家族の席だからどいて、ムカついたので、それではどこで食べろと？と聞いたら、さあねえ、家族じゃないんだから、あんたのことなんか知らないわよ。勝手に庭ででも食べれば。そう言いながら、私の茶碗をひったくって床に叩きつけた。割れた茶碗を見ながら、あんたが来てから茶碗が欠けるのよね。その後、お決まりの実親の悪口。もう、親の悪口も聞きたくなかったし、家族じゃないからという発言にもうんざり。それで冒頭の発言に、私は出ていく。夫がどうするのかは、夫が決めればいい。同居するからには、何があっても君を守るから。君の味方になるから。とお願いされて同居したけど、今まで一度もかばってくれたことなんかなかった。お袋は照れてるんだ。とかボケ発言をかましたっきり。もう夫も知らん。とりあえず実家に連絡して戻ってきました。荷物はスーツケース1個で収まっちゃった。体一つで嫁に来ればいい。うちは狭いから。と、タンスも兄弟も持っていけなかった。私のものは、下着数枚と、着替えと部屋着と化粧品だけ。母は、いいから、ゆっくりお風呂に入って、ゆっくり寝なさい、と。あったかいご飯が美味しかった。父は、弁護士なら当てがある。日記をつけておきなさい。何でも思い出せることは書いておきなさい、と。ありがとう、お父さん、お母さん。が、昨日一晩で発覚した、義実家のくずっぷりにへこんでます。夫からは、嫁子ちゃんの貯金、どうするつもり？全部独り占めするつもりじゃないよね。とメールが、結婚前から貯めていた、自分の貯金でしたが、知らない間に、家探しをして通帳を見つけ出し、コピーまで取っていたとのこと。で、いずれ、そっちの家も、人に貸すつもりだったのに、離婚したら損でしょう。その損害分だけでも支払ってほしい、と。何のことかわからなかったのですが、とめからの突然でわかりました。あんたの親が死んだら、そこの土地も家も、ムチコタンが、きちんとお金にしてくれるはずだったのに。そういう恩もわからないの。あの親子、うちの両親の住んでいる家と土地を、すでに、自分たちのものにしたつもりでいました。そういえば、私の目の前で、あの家と土地、どうするの？売れば、少しはお金になるんじゃない？てとめが言ったことがあった。夫は、いや、人に貸す。その方が金になるから。って言ってた。そんな不動産があるのね。普段お金がないって言ってるくせに。で、気にも留めずにいたけれど、私の両親の家と土地のことだったとは。嫁子が黙って聞いてたから、賛成だと思ってた。だそうです。本気でぶん殴りたかった。夫もとめも、離婚します。子供もいないし、早いうちでよかった。まだ何も動いていませんが、これから弁護士を探したり、新しいアパートを探したりと、私の貯金は、私のために有効に使わせてもらいます。夫には、一銭たりとも請求する権利などないわ。こんなに男を見る目がない嫁子ですみません。
励ましてくださった方々、ありがとうございました。弁護士さんを頼んで、離婚への話し合いがスタートしたので、もう書き込みはできないのですが、最後にお礼を申し上げたくて参りました。励ましてくださった方、一緒に怒ってくださった方、ありがとうございました。ずっと敵地にいるような感覚だったので、ここを見た時には、嬉しくて涙がこぼれました。また、たくさんのアドバイスをありがとうございました。メモに取って参考にさせていただきました。父に、ここのメモ書きを見せたところ、私子は、頼りになるいい仲間を持ったね。と言ってました。また、どなたかが、両親は知っているんじゃないか?とおっしゃってましたが、実はその通りでした。トメが何度か、親に伝達して、私の悪口を言いまくったばかりか。お金の無心までしてました。もちろん断ったそうです。父は、今度のお盆に私が帰省した時に、幸せかどうか、離婚を考えた方がいいのではないかと、聞こうと思っていたそうです。が、トメの意地悪で、私がお盆に帰省できなかったので、話す機会を作りたいと思っていたと言っていました。母は、とにかくいつ帰ってきてもいいように、あちらを飛び出したのはいいものの、行くところがない。なんてことだけはないようにと思っていたと。改めて、両親に、お礼とお詫びを言いました。本当に心配をかけてしまいました。弁護士さんが入ったので、あまり詳しくは言えないのですが、トメと夫は、離婚するなら、慰謝料と財産分与を要求したいと言っています。嫁に来た以上は、実家と縁を切って、姑と夫と、その家に尽くすのは当たり前で。本来なら、嫁実家の方から、幾ばくかの援助があって叱るべき。それすらない上に、子供も産まず、家のことを放り出して離婚するなどと、わがままを言うのだから、それなりの金額は支払ってもらう。というのが乙女の意見。嫁なんだから、夫に尽くすのは当たり前。髪の毛一本から、着ている服、結婚前の貯金や、生まれた家や土地に至るまで全て、結婚すれば夫のものであり、何もかもを差し出すのが嫁で、古来から日本はそうだった。というのが夫の意見。貯金のコピーを取っていたのは、大事な貯金を嫁子が無駄遣いするんじゃないかと心配だったから。だそうです。弁護士さんは、ドヤ顔で、日本の風習云々と語る夫と、博識で頼れるムチコタンとうっとり聞いているために、喋りたいだけ喋らせると、一言、古来より日本人は、結婚制度によって、家と家との結びつきを大切にしてきました。結婚したら、嫁の実家も大事にしたものです。家同士が結びついて、力を大きくしていったのですから。あなた方のおっしゃるような風習は、日本にはありません。はひ?本当に、はひ、って言ってた。と、すっとんきょうな声になった夫に、さらに追い打ち。日本だけではありません。そんな思想の結婚は、人類の文化史上にはありません。世界中、どこにもありませんよ。弁護士さん、あまりの言い分に、若干怒っていたようです。夫とトメ、さすがに黙り込んでいました。弁護士さんには、いろいろとお手数をかけそうですが、とにかく、少しでも早く離婚できるように頑張ります。皆様、ありがとうございました。